皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。同じくゆっくり魔理沙だぜ。霊夢に問題だ。今回は何を解説するでしょうか？今回何を解説するか。予想だけど、アラビア半島じゃないかしら？大正解だぜ。よくわかったな。アラビア半島を解説する感じの空気だったからね。そんな難しい問題じゃなかったわよ。ということで今回はアラビア半島について解説していくぜ。普段このチャンネルでは地理や歴史のことを解説しているから興味のある人はチャンネル登録していってね。こんなこと解説してほしいとかあったらコメントで教えてね。サブチャンネルでやってほしいことも教えてね。ユートピアライトの大学、ユートピアライトの休日、ユートピアライトの教室。アラビア半島とは西アジアに位置する半島だぜ。世界一大きな半島でもあるんだ。へえ、世界一大きな半島なのね。面積はどれくらいなの？アラビア半島の面積は約324万平方キロメートル。これは日本の面積の約 8.5 倍だぜ。日本 8.5 個分ってすごい広いのね。その面積の大部分が砂漠であり、ナフド砂漠やルブアルハリ砂漠などが広がっている。しかしその一方で、アラビア半島南部から南東部にかけての沿岸地域は季節風の影響で温暖湿潤気候になっているんだ。その地域は農耕に適しているぜ。アラビア半島にはどんな国が存在しているの？半島内には、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、オマーン、イエメンといった国が位置している。その中でも、サウジアラビアは半島の約 80% を占める面積である。しかしその多くが砂漠なんだ。アラビア半島イコール砂漠の半島ってことね。その通りだな。だいぶ早いが、アラビア半島の解説はここまでだぜ。今回の解説で分かったことを教えてくれ。アラビア半島は世界一大きな半島で西アジアに位置していること、砂漠の半島であること、サウジアラビアはでかいということかしら。よくできました。といったところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価コメント等よろしく。2つのサブチャンネルとツイッターも見ていってね。